クラシカルファンタジー・ウィズ・インは、島田総司による小説。イラストは、白雅宗が担当する。第一部が2008年1月から3ヶ月連続、第二部が2008年10月から4ヶ月連続、第三部が2010年5月に刊行された。現在までに、軽発刊が刊行されている。講段社ボックスの企画、タイガ・ノベルの2008年作品として同年1月より、 発売開始した。タイガノベルは1年間12ヶ月連続で観光されることがコンセプトであったが、この作品は2008年1月から3月にかけて3巻まで観光され、そこで一旦中断した。2008年10月から4巻以降の観光が再開されている。しかし2009年1月の第7巻までで再度中断。2009年9月より、 再開する予定である胸島田より発表された。その後、再度延期したが、2010年5月に単独シリーズとして刊行された。第4部は、同年秋から再開予定だったが、4年以上経過してもリスタートの動きはない。当初期数月、たま数月で2作品が全6巻ずつ刊行される予定であったが、刊行開始直前に玉数月刊行予定だった。 同世界一周が単独作品となり、奇数月予定だった、この作品が全12巻に変更された。島田は、一つ一つの物語は、純粋に、ファンタジー作品として読めるが、ラストとなる12巻で、それまでの物語が、実は、本格ミステリーを構成する緻密なピースだった、巧妙に仕組まれていたことが判明する、そういう物語に挑戦していると語っており、 またイラストを担当する、白忠州に対しても、この作品の世界観を表現できるイラストレーターは、彼しかいないとして、島田本人が指名したと語っている。ありがとうございます。